出さないといけない。そう、でも活動の目標みたいなのがね、なかなかなんて言うんだろう、ふわっとしてるというか、なんというか言えるような存在でもないというかそうね、ねとか言って、何のねなんだろう。うん、そう。でも今の私の目標は人気です。うん、何が人気につながるのか分かんないけど、パフォーマンスがすごい上手くても人気になれるとは限らないし、MC がすっごい上手くても面白くても人気になれるとも限らないし、なんか人気がないとまず挑戦すらできないじゃないですか。人気がないと何もできないから、いつかの堂々と言える、私が堂々と言える自分になったらのための人気。そう、人気ってどうやったら出るんだろうって思ってます。人気が来いって叫ぶといいよ。だって人気を来い。そう、やっぱ人気がないとさ、何も始まらないじゃん。年齢と経験、うん、人気よ来い。毎朝太陽に向かって人気が来いって叫ぼう。だってそれしかない、それしかない、バズらせないと。だってでも確かにそうですよ、人気がなくてもなんかバズる子だったらね、いいわけじゃないですか。でもなんかバズるほどの、なんていうの、見た目というかではない、女の子の人気がある方じゃないけど、うん、短冊にお願いするしかない。人気が出ますようにって神頼み、神違う、織姫頼み。オフライン始めれば魅力がさらに伝わる。ああね、オフラインないとね、人気の判断ってそもそもできないらしいので、オフラインデビューしてから人気については考えればいいのかな。どうなんでしょうね。うん、そういうものなのか。うん、そうだよね。だってさ、オフライン出てなかったら、そうね、逆にさ、やっぱりオンラインの数はさ、ちょっと増え、多くないとさ、ダメなわけじゃん、多分だけど。うん、オフラインが入り口になりやすいかも。だってそうだよね、オフライン大事だよね。そろそろ高校生になるんで、オフラインも出るんですけど。
ショールームとか評価しないよね。だってそうですね、ショールームはね。でもショールームで評価はあんまりないかもしれないけど、ショールームが人気につながれば、おしゃべり会のの方につながれば評価はされるのかな。わからないです、私は。頑張りまーす。歌っとこうかにゃー、どうしよっかな。で、歌う今何時？48分だ。歌うなら今、歌うなら今。さて私は歌うのでしょうか。せっかくなんで、中学最後ということと、リカさんおめでとうございますの込めてイヤホンが絡まってる。これがほどけなかったら歌えない。ダメだ。まあ、いけた。リカさんおめでとうだから、なんだろうな、まだ絡まってる。なんだろう。あんまり最近歌ってないので、あ、待って、音がない。
という感じでした。あとリカさんっぽい曲もうちょっと歌っとく。私がこんなに可愛らしい曲を歌うのは久しぶりなんじゃないでしょうか。久しぶりなんじゃないでしょうか。あとリカさんといえば、アイドルの表情で歌ってたね。だってアイドルアイドルなはずなのになぜか恥ずかしいのはなんでなんでしょうか。ジッパーね、ない、本当はジッパー歌いたかったのに。チョコレートで眠れない、ある、チョコレートでもう眠れない。あなた。あるかな。はい、なかったです。あれ、あ、好き、はっきり言ってほしいだ、はっきり言ってほしい、はっきり言ってほしい、あった、はっきり言ってほしい、あれ、てててるって、トゥルトゥルトゥ、下駄の花を開けなく。はっきり言ってほしい、時間ないよ、サビまで行けるかも、やばい、仲のいいみんなと集まってもあなたとなんとなくぎこちなくて、止め合うたび視線外して、二人はよそよそし、きっとあの日死んだ花火大会の脇道でと気づいたら、私たちはぐれてたあの夜、味方なんかにいたから、ちょっとはしゃぎすぎたかな、下駄の花をちゃって開けなくなって、おんぶしてもらった、イマジ好きだって確信した、広すぎるその背中、あなたの首ぎゅーしがみついて、幸せだった、友達でいる方がいいのかな、私の質問その答えまだ聞いて